しばらくここを離れてくださいませ。私の勤務を妨げる行為は、どのようなものであれ許されませんわ。足からずご承知おきよ。愚かで無意味な問題の発生は防ぎたい。少なくともこの一点においては、私たち意見を同じくしていますわよね。 ドクターのように経験豊富な方ならお分かりでしょうが、多くの人間は、そのつもりがなくとも、破滅的な行動を取りがちですの。とはいえ、海のことに関しては、他の者たちが準備を整えるまで、ドクターがどれほど思案したところで、無意味ですけれど。 オペレーターの方々に、戦闘終了後の私の体や武器に触れないよう伝えてくださる私が火傷させたとでも訴えられたらたまりませんもの。私の話し方が他人行儀すぎると、陸地の言語にはまだ不慣れですのよ。それに、個人的な見解ですけれど。 ドクターは無礼な私など、見たくないでしょアビサルは、己の職責を全うしなければなりませんわ。過去の犠牲をないがしろにするような振る舞いは、明確な裏切りにあたります。とはいえ、スペクターにスカジに、私はあと何人救い出せるでしょうね。 たとえ生き残りを救い出せたとしても、とうに恐怖に押しつぶされていて、苦悶の時を引き延ばすだけかもしれません。あなた、歌は好き踊りは私と一曲どうかしらステップが分からなくても問題ないわ。私が教えてあげる。死に。 絵に、音楽、そういったものを忘れてしまってはダメよ。表現は、すべての人がこの星空の下で生きた証なのだから。人々の意志は、そうして形を変えて生き続けるの。さあ、踊りましょう。ケルシーは、 ドクターへ救いを求めなさいと言うけれど、私、まだ信じきれませんのよ。エーギルに比べれば、あなた方の科学技術は原始的ですし、精神的にも大いに問題が、強打な方が多すぎます。私には、あなた方があれと対峙する絵が全く見えませんの。 空気が乾いていますこと。陸地での戦闘は熱が上がりやすいですわ。まあ、領友たちの遺体に囲まれるよりはマシですけれど、海ではそこかしこにありましたから、彼らの死にざまは脳裏に刻まれ、口を開けばその生臭さすらも味わえるのですわ。それでも私たちは、 神戸を垂れてはならなかったのです。私たちは同類ではないかもしれない。それでもあなたは、私と同盟を結べると思うのケルシンは私よりずっと年上で、彼女の負担はおよそ想像の及ぶところじゃない。でもそれら全ては、いずれあなたが向き合わなきゃいけないものだから。 強くなるのよ。失うことを恐れないほど強くなりなさい。私はずっとそばで見ているから。ふ <laughs> ドクター、私はロドスのエーギル部門責任者に任命されたグレイディアですわ。今後、 仕事の上で関わる機会もあるでしょうけど、どうぞ私のことはよそのものとお思いください。まだドクターの信頼に値しませんもの。なるほど。戦術も装備も、あなた方の時代の発展経過と一致していますわね。新しい契約ですの 認めていただけるのはありがたいのですけれど、私はすでに多くの重要任務にアサインされていますので、ドクターからの任務に就くのはだいぶ先になりますわ。ご不便をかけますわね。ごめん遊ばせ。戦争、種の生存に関わる争いは、 勝利という概念など存在しない死闘ですわ。あるのは、この星空の下で、他の種が全て滅亡するという結果だけ。アビサルはその日が来ることをできる限り遅らせるために、命を懸けて抗っているのですわ。常に、霊剣と、悔いもなく。 ドクターの部隊補佐として訓練に参加しますわ。ハードな戦場ではなさそうですわね。これをオペレーターの狩猟訓練として行ってもよろしいかしら。泥沼に引きずられるような進軍速度ですけれど、気になさらないで結構よ。私は待っててあげられますから。 この程度の戦いですし、余力を残すことをお許しください。どうぞ続けて。ご命令の通りに。獲物はどれですのすぐに解決いたしますわ。気をつけなさい。 この海流は脆弱な命を飲み込みますわ。逃げる前に私の許可は取ったのかしらねえ、獲物さん。この喫茶先があなたの心臓に滑り込むまで一秒もかかりませんわ。おもちゃで遊ぶのもここまで。生き残ること。 それがあなたが守るべき唯一のルールですわ。お手本のような勝利でしたわ。あなたはいずれきっと、どんな弱小生物よりも優れた方になるのでしょうね。逃げた獲物に情報を伝達する能力がないなら、あなたの首はまだ皮一枚で繋がっていますわね。 盆栽ですわね。お気遣いはありがたいのですけど、私は自分の狭い住みかの方が居心地いいんですの。ドクター、陸地の礼儀を守ってくださいませ。それとも無礼なのが主義かしら。お気をつけになった方がよろしくてよ。 私たちのようなものは所詮皆怪物ですもの。アークナイツ。ごきげんよ、う、ドクター。